こんにちは、ヒレール公演頑張ってね、ありがとうございます。テロップ入れます。こんにちは。お、この後よろしく、ゆらゆら、ありがとうございます。ゆちみん、こんばんちは、こんにちはDMM 最善もありがとうございます。テロップ入れます。ハートと豆まきありがとうございます。こんにちは、ハートありがとうございます。皆さん、お昼ご飯は食べましたか？豆まき、みんなに今日も差し入れしましたケメダのコーヒー、ハート、コーヒーちゃう、豆ハートとバラありがとうございます。ピコミン、あ、総集編見てくださって、そうそうそう、そうや、総集編のお話してないね。総集編、なんとあのアフタートークにいます。なのでぜひ見てください、今からでも。そうだからね、見てくださいって言ってたんですよ。アフタートークを撮りました、おめかししてアフタートーク撮りました。ハートとダルマありがとうございます。発見完了、早ー、ダルマありがとうございます。友達が公園に入ります、おー、ありがとうございます。ぜひ待ってます。ダルマありがとうございます。お腹空きました。そうなんや、え、食べてないんやね、まだ。私はモリモリ、早く食べ過ぎちゃった、お腹が空いたからさ、もうお昼ご飯食べちゃったんですけど、食べるの早すぎたからさ、こういう時お腹空いちゃいそうで怖い。早く食べ過ぎたらこういう時お腹空いちゃうんですよ。うん、そう、アフタートーク前のがね、ちゃっかりね、アフタートークも結構長くてびっくりした。そう、アフタートークマジっすか。そう、 YouTube で見れるのでぜひ。そう、清掃の執念か、そうそうそう、よかった。ユニットで待って、あのおにぎりやばいたこ焼き食べたい。朝たこ焼き買うかめっちゃ迷った、次の時食べようと思って。こんな朝から空いてるの知らなかったから、なんか11時ぐらいしかわなんか空いてないんかなとか勝手に思ってたら、もう9時ぐらいから空いてたからさ、次の公演の時朝ごはんに食べようみたいな思った。ハートありがとうございます。お、日による公演入る、ありがとうございます。あら、筋肉痛大丈夫ですか？シャツをインしてるのが可愛かった、ドクドクでも私ほんまにずっと同じ格好でびっくりしました。あのね、周年婚の T シャツにラインズボンに前だけインしてるやつ恥ずかしいけどあればっかり着てて、そう、勝負服があれやったからね、ずっと同じ格好しててびっくりびっくり。豆まきありがとうございます。猫ポーズとゲッツ、ハートありがとうございます。ちょっと幼いヨシミが可愛くて幼くてカラコン入れてますね。今は長いんじゃないとあかんけど、あの頃はカラコン入れてました毎回。あ、ヨシミの分ということで2倍言わなか、素晴らしい。タコせん食べてください、私の分まで誰もありがとうございます。あら、5時半に家出て仕事、大変や、頑張ってください。大変、寝すぎ買ってあげなかった今はいっぱいあるけどね、前はでもほんまに2着とかしかなくて、もともと寝すぎ2着とか3着とかしか持ってなくて、ズボンも1つか2つみたいな感じだったから、福はうち、ありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。ハートありがとうございます。お、
おまけで入れそう、ありがとうございます、待ってます。だるまありがとうございます、ハートありがとうございます。タコせんは私は結構冷ましてがっつりブリュって潰して食べる派です。でも初めて山中のタコせん食べたのもネズミのオーディションの帰りやった気がする。帰りに商店街を食べながら帰りました。ほんでやけどしたママとね。初めてわなか食べたのはもっと前やけど、豆まきありがとうございます。豆まきありがとうございます。あ、12日の公演出た？出ます、12日。そう、今日出るんかなと思ってたんですけど出ましたね。12日も出ますのでぜひお待ちしてます。フィリアル公演行きます。公演、あ、髪型変えれないんですよ、研究生だから。研究生は固定ヘアがあるので変えられないんですよね。変えたいです。メイクさんが選んでくださった一番似合う髪型が固定ヘアなんですけど、それがあるのでね、帰れないんですよ。ロケットありがとうございます。豆ハートありがとうございます。独特なデザインの T シャツ。真中のタコせん美味しかった？めっちゃ美味しいですよね。結構手軽に食べれるサイズで。30年経つけどタコせん食べたことない。食べてー絶対美味しいから食べてください。もう豆まきありがとうございます。あ、カレンさんもおすすめしてたんや。福岡に真中あんねや、知らんかった。わなかの塩味大好き。私わなかの中で塩が一番好きです。塩の次は明太マヨチーズ。ネギは抜く方が好きです。お、昼夜申し込みました、ありがとうございます。12日も出ますので4の次は9と12です。ぜひ待ってます。ね、2階のね、知らなかったけど結構あの2階の窓際の席が皆さんの結構座る位置なのかな。コメントに書いてる方がいて、あ、そうなんやと思ってた。ハートありがとうございます。お、今日の夜行く、ありがとうございます。あら、12日お仕事、お仕事、うわー待ってます。12日会いに行きたいな、待ってます。だるまありがとうございます。だるま、あ、福袋届いた、ありがとうございます。バラありがとうございます。ね、わなか塩はほんまに美味しいです。釜田生地を、そうそう、全部食べれる大入りっていうやつもあるんですけど、あれもおすすめ。私もあれも結構好きかも。結構味変えたい派やから2個ずついろんな味があるんですよ、4種類の味。あれも結構おすすめかも。タコせんの次に好き、あれ。ペンライトありがとうございます。あ、塩好きな方多いね。うん、ミミンこんにちは。よしみん不足やわ、うわー待ってます。よしみん不足解消しに塩好きやけど塩太陽いただきます塩太陽でもどうなんやろ、全然塩太陽のつもりはないけど他の球技に比べたらあんまり甘くないタイプなのかな私って、でよく思うんですけど、結構甘々な人多いからさ。おはようございます。そうそう、イートインあるんですよね、真中。あれもおすすめ。卵って誰？あ、一人言ってる一人言ってたイートインもあります、お茶も買えます
あ、そうなんや。窓際で涼みながら入場待ちしたり。そうなんや。わなかぜひ。民活民活。お、お昼行きます。ありがとうございます。ユニットフルね、ありがとうございます。見つけます。ありがとうございます。ファイト、お疲れ、ありがとうございます。あ、ソース派なんや。へえ、いいよね、ソースも。カマンベール。あ、福袋届いた、ありがとうございます。缶バッチリの、いいですね。今度見せてください。ありがとうございます。小判、ありがとうございます。塩最高、ほんまに。声もくりかみたいよ、ほんまですか、ありがとうございますそう、パルルさんも塩ですよね、あれ私好き。パルルさんが一番最初に好きだったアイドル、あの塩感が好きですね。あ、他の9人の人がハテナ、あ、それはいいことですね私しか知らないということでいいですね。まあ知ってたらね、あのいろいろ言ってるってことやからね。ソース対応味が濃い、なるほどねあ、ゆくかみ、いやありがとうございます。あ、難波広場のベンチね、あれさ、私思うんですけど、台風とか来たらどうすんのやろってめっちゃ思うんですけど、邪魔なないですか、あれなんか接着されてるわけでもないからさ、どうすんのやろうっていつも思うね、難波広場のベンチハートありがとうございます。あ、タリーズナウ、いいねコバンありがとうございます。ダルマとハートありがとうございます。やほやほー、塩ならないでね、なりません出遅れ、やほやほー。あ、そうそう、あのワイドナショー、ワイドナショー、ケイトさん今日出てましたよね。すごくないですか、3回目、さっきみんなでも話しててすごって、私も今日見ようと思ったけど時間がさもう無理やったから録画してるんですよ。お家帰ったら見ます。ワイドナティーン、私も出たいなと思って、あれね、すごいね、しかも3回目っていうのすごいよね。家帰ったら見ます。見ましたか皆さん。ヨシミの話し方とか間が好きだよ。あ、本当ですかでもお見送りっていろいろ言いたいことが詰まりすぎて結局何も言えないという感じで、あっ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 、うん、片付けるかやっぱ片付けるかな、台風だとどうすんねやろうってよく思う。ヨシミ話しやすいわ、ほんまですかほんまですか、嬉しいね。福袋のやつ X のコメントくったありがとうございます、見ます。めっちゃ可愛かったで、ほんまに。やりちゃんもそう、ワイドなショー出たいなって思うんですよね。20年後なんやろ、楽しい家帰ったら見る。映画は、映画見に行ってたんや、朝から、すごい。朝映画もいいね、夜とかあのレイトショー行きたいなとか思ってたけど、朝もいいねモーニング映画、何の映画見に行ったんやろ。最近全然映画見てないからめっちゃ映画見たいんですよね今。でも何の映画やってるかあんまり分からへんねんけど、昼より楽しみにしてます、ありがとうございます。あ、オフィシャルショップ、そうそう、オフィシャルショップでもう話にはなれないと、ルームウェアのキーホルダー、あのアクキー販売されてますので、ぜひゲットしてください。皆さん行かれる際はもう話にはなれないと、ルームウェアですね、ぜひゲットしてください。ゲット報告待ってます。音符ありがとうございます。え、面白い場面、へえ、うちは見えてたよよしみの笑顔が見えるだけします、いやー優しいです神神神みたいでちょろい、いいですね
ちょい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 、あ、いて最高の自慢のスメンです。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、クイズ番組に出て商品に乗って帰るの、クイズ番組も出てみたい。ふわふわ感癖になる、嬉しいな嬉しいな嬉しいな、癖になる。よしみん沼にいらっしゃい、いらっしゃい。あ、ロケットありがとうございます。そうなんや、え、鬼滅の映画やってるんですか今。全然知らんかった、それ見たい。朝映画、朝映画もいいね。キングダムない、見てみたいけどね、非日常って感じでいいですよね。そう、ルームエアはね、おさぎなんですよ、超レア。ルームエアだけ帰れるって言ってたから、あの三つ編みのおさぎしました。激レアなのでぜひゲットしてください。ハートありがとうございます。もうゲットしてる、ありがとうございます。そう、バレンタインのグッズも出たのでぜひゲットしてください。豆まきありがとうございます。んー、鬼太郎、はえー、豆まきありがとうございます。よしみん褒めたらなんか出てきそう。何も出てこないです。何も出てこないですけど、いっぱい覚えてください。ハートありがとうございます。癖になるんじゃ、おうち配信、それ私じゃなくてママじゃなくて。ゲゲゲの謎はマオキュンさん、ごっくゆ、そうなんや、見たことないかも。ゲゲゲこんな感じだよね、こう前髪が。よしみの沼、たこ焼きの生地。めっちゃ嫌じゃないですか、たこ焼きの生地に埋まっていく。あ、そうなんや、へえ、豆まきありがとうございます。へえ、そうなんや、楽しみやね、春見に行かなあかんわ。まあ、あんま詳しくないけどね。詳しくないけど楽しくないですか、コナンって。見たら詳しくなくても楽しめますよね、結構。よしみん沼ズブズブです、素晴らしい。あ、ガンダムね、豆まきありがとうございます。あ、昨日 YouTube の密着を見たけど当時を知らない私は新鮮。わあ、そうなんや、ぜひ見てください。そう、結構ね、新鮮な感じだよね。私もハートありがとうございます。豆まきありがとうございます。豆まきありがとうございます。あ、昨日豆まき来れなかったので。なるほど、いいわ豆まき。痛い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 。12時30分ありがとうございます。そう、しれっとやってました、しれっと。あ、 TikTok もしれっと公開してます、公開じゃアップしてますので見てください、ぜひ。豆まきありがとうございます。わなかショップ昼声、いい休日ですねそれは。いい休日や、素晴らしい。お、半径してきます、ありがとうございます。そう、コナンくんのテーマ弾けるんですよ、あれは。小学校の時に伴奏したやつ、合奏の。そう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 、サイトで、オフィシャルショップの、ウェブ版のグッズのとこって、一番最後、研究生かつ一番最後やからさ、よしみってめっちゃ楽ですよね、あれ。私はめっちゃ楽やなと思いながら、全部50何個こうやってしなくても、こっちにヒュッて、片方をヒュッて違う側にやるだけで出てくるんですよね、私のが。めっちゃ楽やなと思って、昇格はしたいけどそこだけしたくないなみたいな。めっちゃいいですよね、あれ。めっちゃいいってずっと思ってる。
こうやってささ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 ってしなくてもね、一瞬で見れちゃうんですよね。そこぐらいしかよし、出席番号遅くてよかったって思うことあんまりないですけど、そこだけはいいですね、メリット、そこぐらい。では終わりたいと思います。そろそろ今日は世代交代前半公演昼公演、ぜひ、よしみイコールとアウトオレンジのペンライトフリフリしてくださると嬉しいです。熟成オーディション募集中、ぜひ応募待ちしてます。全力で頑張る、最高の笑顔、これが日常になるです。公演楽しみます。昼公演も夜公演もありますので、ぜひ来れないよって方は DMM 配信で見てください。 M 3種類の M ぜひ見てください。13位ウルスさん、ありがとうございます。12位マッツンさん、ありがとうございます。11位ウーカメインの箱押しさん、ありがとうございます。10位平八さん、ありがとうございます。9位桂さん、ありがとうございます。8位アキラさん、ありがとうございます。7位サトシさん、ありがとうございます。6位ヨンさん、ありがとうございます。5位 F さん、ありがとうございます。4位アンケンさん、ありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ンフッシャンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルルン朝賀さんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン翔ちゃんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。皆さん来てくださって、え、気のせいか、めっちゃ白くなったように見えた。ん？あ、気のせいか。ありがとうございました。世代交代前夜公演ぜひ見てください。なんか前髪そういえば割れてた。それでは次の配信も来てくれるかな。またねー。バイバイキーン。ありがとうございました。